全国2位の生産量を誇る埼玉県の農産物ネギ。埼玉にはネギの2大勢力があるのをご存知だろうか。エントリーナンバーワン、ちょっと違う贅沢な味、深谷ネギ。甘く柔らかいのが最大の特徴で、特に寒さで甘みが増す冬の時期が一番の食べ頃とされている。プレゼンターは日本を代表するゆるキャラ、ふっかちゃん。エントリーナンバー2、高級料亭が認める一本ネギの横綱、越谷ネギ。白身がしっかりと締まり、辛さと甘さが絶妙なバランスに仕上がった、どんな食べ方でも美味しさを発揮するネギ。プレゼンターは体を張って食育を体現した脱力系孤高の愛中キャラクター、ガーヤちゃん。埼玉一のネギはどっちだ。埼玉ネギバトル開幕。決戦の舞台は埼玉市中央区にある国際クッキングスクールキッチンスタジオ。埼玉一のネギの座をかけ3本勝負で勝敗を決める。第1ラウンド歴史対決、深谷ネギと越谷ネギ、どちらが早く生産されていたのか、正確な資料のもと競い合う。それではパネルオープン。深谷市明治時代、越谷市江戸時代。歴史対決は越谷市に軍配。次で越谷ネギが勝負を決めるのか。第2ラウンドは収穫量対決。この対決は農林水産省が調べた収穫量で比較。果たして結果は。運命のパネルオープン。越谷市2110トン、深谷市27790トン。収穫量は圧倒的大差で深谷市に軍配。1対1で迎えた最終ラウンドは味対決。今回味の審査を務めるのは国際クッキングスクール副校長の内堀恵子先生。果たして埼玉ネギの頂点に輝くのはどっちだ。深谷ネギはこのように皮がついているのが特徴です。で、調理する前に取ると美味しさが抜けませんので、調理する前になったら剥いて使ってください。深谷ネギは全国区ですから、マイナーな越谷ネギには負けたくないですね。越谷ネギはね、甘みと辛みが絶妙にマッチしている。すごく身が締まってますね。マイナーですけど、味には自信があります。それではいただきます。まず深谷ネギ、ふかちゃんの方からいただきます。やっぱりこう深谷ネギは甘みがあって、程よいシャッキリ感もね、焼いてるので、いつものすき焼きとか煮物とは違うんですけど、やはり甘み、とろっとした甘みがすごく出てて美味しいですね。それでは越谷ネギいただきます。大きいですよね。これは本当に深谷ネギに匹敵するぐらいというか、こう身が厚いのですごく中からネギのこう甘みが出てきて素晴らしいですね。果たして結果は。今日のネギ対決、引き分けです。味対決はドロー。ここまで1勝1敗1分けと両者ともに譲らない展開に。勝負は延長戦へ。延長戦はゆるキャラ対決。この対決は2015年のゆるキャラグランプリの順位で競い合う。2015年のゆるキャラグランプリには総勢1727体が出場したが、両者の順位は。それではパネルオープン。越谷市652位、深谷市3位。
ふっかちゃんが完全勝利。ガヤちゃんも順位は半分より上にいるも、ふっかちゃんには及ばず。この埼玉ネギバトルは2勝1敗1分けで深谷市の勝利。